はいどうも、コバソルです。ついに2月14日ワンマンライブのチケットが発売されました。結構ね、順調に皆様にチケットの方をゲットしていっていただいてるみたいで、もうね、9割型な売れたんじゃないですかね。でもね、まだ若干枚数だけ残っております。プレイガイドが多分あと数枚かな。で、投与契約がですね、なんだかんだで結構僕のさじ加減っていう感じなので、ゆるく受け付けておりますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。そして、今日はですね、今回、コバソルワンマンライブ、コバソルと愉快な仲間たちということでですね、僕の動画に出てくれてるアーティストさんをゲストに呼んでワンマンライブをやります。そこで今日はゲストとして出演してくれるアーティストを、一人一人紹介していきたいと思います。まずは、亀川亜希くん。彼はですね、シンガーソングライターで活動していて、主にライブの方が中心かな、ライブ中心に活動しております。僕もですね、彼のサポートでよく後ろで弾いてるんですけども、結構ね、僕の動画にも多数出てくれてます。そんな彼のね、ワンマンライブも3月の27日かなにあります。僕もそれにですね、サポートで出演しますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そして次がですね、あさこさん。2015年最後の動画に出てくれた、アーティストさんなんですけども、主に NANA っていうアプリ、ご存知ですかね。自分の歌を共有できるみたいな、そんなアプリなんですけども、そちらを中心にですね、活動されている、シンガーソングライターさんです。ライブなんかも結構やってるみたいですね。近々あるのかな。そして、次が宝部良治。結構おなじみなんですけどもね、僕の動画にもちょこちょこ出てくれてます。ミュージックビデオでも2本かな、2本出てくれてるかな、なんだかんだで。ビログの方はですね、結構しょっちゅう出てきます。セカンドチャンネルはちょっと彼にだんだん汚染されているというか、結構ね、彼率が高いです。宝部率がだいぶ高いと思いますよ。多分2割いってるんじゃないかな、下手したら。そんな彼は、実は芸人さんではなくて、ちゃんとシンガーソングライターでございます。そんな彼もゲストで呼びたいと思っております。そして最後にホームセッションズのディレクターのサム、が来てくれます。僕のね、シノビズムっていうオリジナル曲のですね、カメラマンをやってくれたり、ミュージックビデオにも普通に登場してくれてます。彼も歌いますので、意外とね、綺麗な声してるんですよ、見た目の割に。そして、もしかしたらゲストアーティストが追加されるかもしれません。これはですね、ちょっと当日までわからないかもしれない、全部かもしれないだな。途中で分かったら、とりあえずの発表はしますけど、もしかしたら当日発表になるかもしれません。でもね、素敵なアーティストしか呼びませんので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。そんなゲストアーティストのみんなの YouTube チャンネルだったり、彼らの動画だったりとかですね、概要欄のところに載せておきますので、ぜひぜひチェックしてください。というわけで、2月14日のワンマンライブのゲストアーティストの紹介でした。まだね、チケットの方が若干残っております。プレイガイドはもう完全に早い者勝ちで、取り置きの方はですね、ほぼほぼ僕のさじ加減なので、ゆるく受けたまわっておりますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。一応入場順としては、プレイガイドの方、そしてその次に取り置き予約の方っていう順番で、入場していただきますので、一応取り置き予約の方が入場は早いです。ぜひぜひ迷われてる方はこの機会に遊びにいらしてみてください。会場でお待ちしております。それではコバソルでした。動画最後まで見ていただきありがとうございます。またね。